皆さんこんにちは。株式会社パーソナルセキュリティの田辺と申します。本日は低圧電気取扱特別教育取りましたということで お話をしたいと思います。こちらはですね、何の資格かと言いますと、こういったテキストを使って講習会を2日間受けるんですね。朝から、夕方まで受けるんですけれども、低圧 の電気に取り扱いをですねする方に向けた講習会になっております。こちらはですね、例えばその安全帯の手袋の使い方だったりとか、あるいはヘルメットの正しい使い方とか、あとこれは電気 のご家庭にもあると思うんですけど、ブレーカー、こういったものが正しく使えるかっていうところも含めて、全般的な幅広い知識、そういったものを学ぶ、それが低圧電気取扱い特別教育です。講習会が終了すると、こういった終了書がですね受け取れるということで、はい、取りました。ありがとうございます。で、受講費はですね、だいたい2日間で2万円で、実技なしで授業だけですと1万円ぐらいっていう感じですね。で、実際じゃあどういった内容をやるのかっていうことなんですけれども、文字通りこの低圧 の屋内のですね電気全般を扱う方に向けた講習会になっております。結構ですね、低圧の電気といっても感電事故とか電気の事故って結構一般的に、例えばその東京電力さんですとか、電柱に登って感電してしまったとか、そういった事故が多いんじゃないのってことをイメージされる方も多いと思うんですけれども、低圧電気、例えば漏電で家電に触れて、それが心臓に負荷をかけて事故を起こしてしまう、怪我をしてしまうですとか、電気の感電事故っていうのは実は毎年後が経ちません。高圧の電気よりもそういった低圧の電気の事故の方が多いんですね。大手の建築現場であったりですとか、電気関係のお仕事をされる方はですね、ぜひ取っていただきたいと思っております。社員さんにですね、安全な教育をするために、例えば AED の使い方であったりとか、万が一に備えてこの低圧電気取扱い特別教育、ぜひ受けていただきたいなというふうに思っております。チャンネル登録よろしくお願いします。本日はご視聴いただき誠にありがとうございました。